はい、皆さん、こんにちは。えー、玉木雄一郎です。いつも玉木チャンネルご覧いただきありがとうございます。先日、安倍元総理が、えー、奈良県で、えー、銃撃をされて亡くなりました。えー、心から、えー、哀悼の意を表したいと思いますし、また安倍元総理が、えー、内政外,外交などにおいて果たした功績にですね、心からの敬意を表したいと思います。 で私もですね、まあ安倍元総理とは予算委員会などで、まあ、大変時に激しくですね、論戦をしましたし、その回数はあの国会議員の中でも非常に多い方だと思います。で、実は安倍元総理とはですね、えー、まあ総理をお辞めになった後もですね、いろんな場で会ってお話もさせていただいてきたんですけれども、まあ改めて、えー、安倍元総理をしのぶ 思い出ですね。ちょっとまあこの間のあのエピソードというか、あまり外に話していなかったことも含めてちょっとお話をしたいなというふうに思います。で、まず私はですね、えー、まあ2009年に初当選して3年間民主党政権で与党の1年生議員として過ごしてその2回目に当選して以降はずっと安倍総理なんですね。で、まあほとんどの私の 特に、えー、野党になってからのもう政治家としての期間はほとんど安倍総理と共にあるということですしそれ今の与党の人にとってもそうだから日本の,この現在の政治風景を作ってきたのは、まあ、いい意味悪い意味、えー、も関係なくですねあの安倍総理なんですよ。ですから その非常に存在感があって、それがまあ失われてしまったんで、私自身、非常にぽっかりとですね、心に穴が開いたような感じが今も残っています。まあ、先日はあの、増上寺で行われた通夜式にも行ってきましたけれども、まあ、大変ですね、多くの方が来ておられましたし、えー、その人柄が非常に忍ばれる、うまあそういう葬儀でもありました。で、私がいろんなまあやり取りをですね、国会の中で安倍元総理とやらせてもらった中で、何と言っても一番印象に残っているのが、 2018年5月30日の党首討論ですねでこれは私が党の代表になって初めて党首、えー、討論というものを行った最初のお相手が安倍元総理だったんですね。で今でもよく鮮明に覚えてるのは何を取り上げようかなと思ったんです。で党首討論っていうのは皆さんねあの特殊なのは予算委員会とかも確かにいろんな人がこう注目しますが党首討論っていうのは あの、与党の党主たる安倍さんと、そして私と、この700人以上いる衆参の議員、まあ、役所も含めて、みんなこの2人だけに注目している瞬間なんですよ。で、あの、予算委員会とかだと役所の人もこう、あるいは秘書官も後ろにいたりするんですが、まあ、場合によってはもう原稿もなくですね、もう政治家同士が全人格的にぶつかり合って、そこで国家のありようを あの、どうするのかっていうことをやるのが本来の党首討論なんです。あの、国家基本政策委員会っていうのが、あの、党首討論を執り行う委員会の正式名称。まあ、国家の基本政策について戦わせ合うっていうことがもともとなんで、私初めてやるときに何しようかなと。で、他の野党の党首の方当時はですね、えー、いわゆる、まあ、盛りかけとか、そういうものをやっておられたんですが、 せっかく私、その国家基本、国家の基本政策に関することをやるんであれば、外交をやると思ったんですね。で、まあ、与えられた時間が15分で短いので、多くできないので、もう日米関係と日露関係、この2つに絞って15分、もう一本勝負というか、直球勝負でやるので、総理、正面からちゃんと逃げずに答えてくださいって言って、あの、始めた記憶があります。総理、骨太の議論したいので、 直球勝負できますから、簡潔にお答えください基本的な考え方はですね、貿易、創始はどうあるべきかということについては、玉木委員と大体同じではないかと思ってますあの総理、えー、これ甘く見ない方がいいと思うんですねでまずは日米、当時、トランプ政権だったので、日米の間もね、その友好国である、同盟国である日本に関税かけたりとか、そういうことがあったので、どうなんだという話も聞いたし、あの日露関係、なんと言っても、北方領土交渉ですね。で当時私はその 北方領土交渉っていうのは実は日本に領土を返還してもらうっていう話で日露の話というふうに思われるんですけど帰ってきた領土は安保条約5条の適用になればそれに米軍基地が置かれる話なんで実は日露交渉っていうのはイコール米露交渉なんですよだからアメリカとロシアの関係があのいい時じゃないと進まないとで当時思い出していただくとトランプ様いろんな理由もあってロシアとプーチンさんと仲良くて でこの瞬間、しかもあの面,面倒なトランプさんと唯一仲がいい外国収納が安倍総理だったわけなのでこの瞬間しかつまり米ロの関係が比較的良好でかつあのトランプさんをうまくですねお話ができる安倍総理の時しか北方領土交渉は進まないと思ったのでとにかくなんとかですねこれはこの瞬間にやるべきじゃないかと。 で、いろんなまあ過去の経緯もあるんですけど、1956年の日ソ共同宣言に立ち返ってやるというですね、まあ、後にこれ、2党返還論になったんじゃないかといろんなこと言われましたけど、とにかく動かせるところから新しいアプローチやるべきだみたいなことを私からも提案させていただいたんですが、まあ、そこに対していろいろ安倍総理からもです、ね、比較的あの正面から受け止めてお答えをいただいたりです、ね、やり取りが本当に討論ができたなと思います。 で,多分ですねなんかそのこう共通の,その認識ができたんだと思います、だから実は他のその後私の後もですも、ね、野党党首何人かが討論立った後ですね全部が終わった後映像に残ってると思いますが、安倍総理がさーっとです、ね、私のところに歩み寄ってきて、握手を求めに来たんですね、他の人じゃなくて私にこれに対して参加いたします。ありがとうございました で当然、一国の総理が来たわけですからあの初めてでしたけど握手をしてねあのまあ本当にあのしっかりと答えてくれてありがとうございましたっていう握手をしたんですがあの実はあの時ですね安倍総理が私に耳打ちをしてくれてそれ何かというとその日露交渉、つまり北方領土交渉についてのですね今後の方針のようなことを少し支えてくれたんですよ。 でそれは多分私が言ったこととかなり合致してあれはあの時はまだそれは言えなかったと思うんですがあれは私がむしろ総理の考えているようなことをこうやったらどうかっていうようなことを言ったので多分そこはシンクロするものがあったんだというふうに思いますで実はこの2018年の5月にやりましたけど12月にですねいわゆるシンガポール合意ということでいわゆるまさに56年宣言に基づいてやろうということであの時言ったんですね。 プーチン大統領と安倍総理で合意ができてそれで進み始めたんですがまあただこう今みたいな状態になってですねそれはもうあのごさんになっちゃってるんですがあの時はですねトランプ政権でもありですね唯一こう北方領土交渉そして平和条約につないでいく交渉ができるチャンスだと私も思ったので大きな歴史的なこれは転換点瞬間だと思ってまあそういうことをまあ日本の国益をかけてですね 我々と私としてもそれを安倍総理にぶつけたとそれに対して安倍総理がやっぱり感じるものがあって握手にも来てくれたしまあそういったことを実は耳元で支えてくれたということなんですでまああの与党と野党ですからね対立すること対決することもあるし私自身も相当厳しく安倍総理にやりましたけどやっぱりいざまあよく言われる 清掃は水際までというね。国内でいくら争っても、対外的には一つにまとまってやらないと、国益を守れる外交安全保障ができないということで、我々も気をつけているのは外交安全保障に関して言えばですね、まさに清掃は水際までにしようと。国益にとって何が必要かっていうのを与野党を超えて考えていかないと、相手は対外国なんで。まあ、ここはね、相当私もこだわってこれまでもやってきたので、あの瞬間はですね、それで、 何かね、安倍総理とこう,こう、認識が共有したというか、思いが一致した瞬間だったなという気がして、非常に印象に残ってるんですね。で、今から振り返ればですね、あの時がまさに対決より解決っていうことの原点だったのかなと。で、握手したことに対してあの時ね、まあ与党、他の野党からとか、あとはまあメディアからも、その野党の党首がね、安倍総理と握手するのは何事だって言っても、もう、 めちゃくちゃもうひ、ね、裏切り者だとかね、もうすごい言われたんですけど、でも、まあある種スポーツもそうなんです戦って終わった後はね、お互いのその前線を叩い合うって言って握手したりするううのは全然おかしくないので、なんでそういうことで騒ぐ、そういうことで騒いでるうちは野党はやっぱ政権取れないと思いましたね。だからいいものいい、悪いもの悪い。あるいはまあ国益をかけてこの困難な時にどうしていくのかっていうことを、 私はあの時安倍総理と真剣に考えることができた15分だったなっていうふうには思ってますね。だから非常にまあここは私にとっても初めての党首討論でしたしあの非常に印象に残ってるなということです。で、もう一つはですね、これはまああの2回目総理がまあコロナのいろいろあって辞任した後なんですけどいろんなところでお会いして朝の,あの朝食会とかですね、あのエレベーターの中とかいろんなところでもう、うん、あの たくさん会いましたけどその時に必ず会って話したのが積極財政なんですよ。で私は安倍総理に言ったことがあってアベノミックスっていうのは何でうまくいかなかったと思いますかって話をしてですねでいろいろまあ他の野党とかいろんな人は言うかもしれんけどもう典型的に欠けていたのは第二話が飛ばなかったことですよとつまり第一話はその金融緩和第二話が積極的で機動的な財政出動 で、三つ目が、その成長戦略、規制緩和とかね、そういうことだったと思うんですが、これ別に、あの、オーソドックスな経済政策なんで、別にアベノミクス名前付けることでもないんですが、あの状況の中で、唯一うまくいってないのが、やっぱり第二の矢が飛ばなかったことなんですよ。で、あの、玉木チャンネルご覧の皆さん分かると思うんですが、第二の矢の財政出動をしないことによって、第三の成長戦略ができてないっていうのが私たちの考え方です。つまり、 出すべきところにお金を出してない。特に科学技術とか教育とかに出さないので、結局潜在成長率を上げるようなイノベーションとかが起きない。つまり3番目のですね、成長戦略が機能しないので、1を付加したのに2、3、特に2がないから3もなかったので、結局未完成のアベノミクスになっているので、安倍さんもしね、アベノミクスをあの不完全な状況から完成させるんだったら、 今こそ積極財政ですよと、しかも一旦コロナで落ち込んでその反動で戻る時に押さないと逆にそこで押すと体験をそを超えていけるのでここでもう積極財政でやるしかないですよと今こそアベノミクス第二話ですよっていうことを実は安倍さんにはかなり話したんです。で安倍さんそれよく分かっていてその後、日銀子会社論とかですねあるいは、まあ、ちょっとこれはあの防衛費について国債発行するのは私必ずしも賛成じゃないんですけども まあ積極的にいのんところ財政支出をしろということを安倍さんおっしゃっていて、ここはね、すごくまあ、私もそうずっと皆さんご存知のとり主張してきてるし、安倍さんもこれなんとかしたいというふうに、記者さんになって若干緊縮的なふうになってきたので、積極財政を党内で、自民党内でですね、言ってくれてたということだと思うんです。で、あの、これ話して面白かったのはね、安倍さんもやっぱ積極財政ですよ、積極財政ですよって言ってたら、 いや、でもね、玉木さんの古巣がね、硬いんだよねっていう、<laughs> まあ私財務省出身だから、財務省が硬いんだよねっていうことも笑いながら言ってましたけど、ただこのやっぱり積極財政っていうのは私はね、今、あの、もうずっと我々も、もう去年の衆議院選挙からね、25年、もうこれ何度も出してますけど、この給料が上がらなくなってるね、この状況を変えていくっていうトレンドを変えるためには、まあ、積極財政とりわけ、まあ、 教育科学技術の分野についてはですね、あの、徹底的にですね、お金を出していく。それは教育国債って新しい国債発行してでもやれということをずっと言ってきますけど、ここはね、安倍総理とすごく私は一致していた点だと思います。だからまあ正直、在任中に消費税を上げてしまったことを、まあ民主党政権時代に決めたこととはいえね、上げて若干それで、あの、アビノミクスが少し、その、 失速してしまったことは本人なりには多分いろいろ軸自体の思いがあったのかなという気がしますからぜひ完成させましょうということを言ってて教団に倒れてしまったのでまあ私としてはですねこの積極財政をずっと言い続けて立場からすれば私が受け継ぐ安倍元総理の意思ということであればですねやっぱりこの積極財政を引き続き推進していくと特にやっぱり人づくりこそ国づくりだということで 教育え、子育て、科学技術。ここですね。ここはですね、もう徹底的にやっていきたいなというふうに思ってますので、まあちょっと、あの、安倍元総理とのエピソードを2つですね、紹介させていただきましたけれども、まあ、あの、表上はね、すぐガンガンやり合うことも多かったんですけど、まあ実はこういうこともあってですね、何かね、安倍総理、まあ、非常にまあ、あの、普段あったらね、非常に気さくな方で、あの、 お辞めになった後も、それを辞めた後も、いろいろとお話をさせていただいたので、まあ、お互いですね、まあ、ある種、この国をあの、いい国にしていこうというところでは一致していたと思いますから、まあ、あの国を、まさに我々が言っている、給料を上げる、まあ、経済を強くするということと、国を守るというね、自分の国は自分で守ると、まあ、この2つはね、実は大きく一致していると思いますから。 この点についてはですね、思いをしっかりと、我々としてもね、引き継げるとか引き継いだ上で、より良い日本のために頑張っていきたいなと思いますので、今日は、安倍元総理の思い出ということで、改めてあの、過去の功績と、そして、本当にあの、心からのですね、お悔やみを申し上げる意味で、功績に対する敬意とですね、 亡くなられたことに対するお悔やみを申し上げて、え今日は安倍元総理の思い出ということで玉木チャンネルをお届けさせていただきました。えー、これからもぜひですね、あのまたご覧になっていただければと思いますので、チャンネル登録よろしくお願いします。